あら、どうしたの、マスター。ぼんやりしちゃって。どうやら、私の水着に首ったけのようね。大丈夫、大丈夫。マスターの気持ちはわかっているわ。マスター、日差しは大丈夫？暑さがヤバめになったら申告してほしいわ。B がいつでも、あなたの頭に、かき氷を降らせてくれるからね。水着はカタログから選んだの。最近の水着は、なんというか、可愛かったり、かっこよかったり、怖くてきだったり、大変ね。私も迷いに迷いました。ちゃんと納札、できているかしら。冬の朝のように穏やかな時間を、あなたと過ごしたいと思う。夏の夜のように、少しだけ騒々しい時間を、あなたと過ごしたいと思う。春の午後のように穏やかな、秋の夕暮れのように寂しげな時間を、共に過ごしたいと思うの。つまり、ずっとそばにいてくれるかしら、ということね。責任取ってね。